とにかくこの地域自体が、まあ、標高が高くって、で水はきれいですし、まあ、この地区大月町にでは、まあ、一番お米作りに適している土地柄ですね。もうそれこそその自分ではいっぱいいっぱいで、もう高齢の方ばっかりなんですよね。で集落が立ち上がって組織化してやることによってですね、その仕事の受委託ができるようになって、耕したりだとか田植え稲刈りだったりすることが、今までは区になってたのが、まあ、集落へのが立ち上げて組合になったことでそれが守っていけるので、とてもありがたいっていうお声はいただいてますね。最初から言えば倉庫だとか田植え機、ドローン、トラクター、ほぼほぼフルに一式揃えました。でそれを、まあ、使わさせていただいて、しっかりその次の世代につなげること、これが一番大事なことなので、絶対次につなげる。まあ、僕がいつも思ってるのは、やはりもう農業はダメだということは言わずに、やっぱ農業でもやっていける。で結果はまあそのどうかわからないんですけど、やってる姿をきちっと見せて、まあ、そういう可能性もあるんやなということを思わせたいですよね。でさらにその次の世代にもつなげていけるような、まあ、取り組みになれば最高ですね。